皆さんこんにちは、ペーマンギャルポです。今日は最近中国政府がチベットの名前を変えると、そしてその国際的にチベットという言葉を使ってはならない。例えば日本ではチベット人、チベットという言葉がありますけど、チベット文化、そのチベットという言葉をシザンという言葉に変わるということを言っております。まあ、これはチベット人にとってはもう本当に非常に深刻な問題だし、また世界全体にとってもですね、もうずっとチベットはチベットということとして知ってたし、チベット人のことをチベチェンと言ってるし、まあ、日本でもずっとチベット、チベット人、チベット文化、チベット仏教という言葉が定着しております。で、中国政府はなぜこの時期において、このチベットという名前をシーサンというものに変えるかというと、もうほぼ中国としてはチベットは全部掌握して同化して、そしてチベットの中国の一部として、まあ、中国に編入することに成功したという意味だろうと思います。それと同時に、この地球上からチベットという名前を消して、でやがてチベット人も消そうという魂胆だと思います。で、今チベット人は世界各国において、このことで、デモなどをやっております。私自身も最近チベットの若い人たちと会って、この問題について、まあ、日本においてできるだけ多くの方々に訴えようというようなことを話しております。日本の場合にはチベット人が少ないですから、まあ、しかも皆さんいろいろ仕事を持っている人間が多いから、大きなデモをやるとかそういうのは、まあ、難しいとは思いますけど、まあ、近々日本の理解者たちにもお願いして、日本国内においてもデモを行おうというような話をしております。まあ、皆さんもできればですね、この地球上からチベットという言葉をなくされて、そしてチベット文明というまで言われた、皆さんポタラ宮殿一つご覧になってもですね、やはりチベットは先祖の方々が努力してチベット独自の文化、そして歴史、並びにチベット仏教というそのインドから由来した仏教に、多くのチベットの学者たち、学僧たちによって、解釈説明などを加えて、膨大なチベットの、まあ、仏教経典などもあるわけですけれども、まあ、こういうのもですね、そのうちチベットの人たちが読めないようにしようというような魂胆だと思います。で、最近は前もちょっと申し上げましたけど、チベットの子どもたち、5歳から20歳前後の人たち、15歳までは親から切り離して、中国語だけの学校に、寄宿舎の学校に入れているということで、中国はもう完全にこのチベットというアイデンティティをなくそうとしております。まあ、その民族にとって本当このアイデンティティということは自分たちの文化であり、あるいは宗教であって、場合によっては自分の命よりも大切にしているものだと思います。この後でまたちょっと話したいんですけれども、例えば今イスラエルとか、あるいはそのハマスの問題にしてもですね、やはりそれぞれの民族がどっちが正しいかというよりも、それぞれが本当に命を懸けて自分たちのアイデンティティを守ろうとしているわけです。まあ、その中においてチベットは比較的にですね、今まで非暴力ということを、まあ、徹底して
そして抵抗してきたわけですけれども、どうやらやはり残念ながら、その非暴力平和主義というものがいかに脆いかということも、まあ、今回中国のやり方を見てもちょっと分かるような気がします。でチベット文化あるいはそのチベット仏教の範囲は極めて広いです。面積的に言うと多分チベットだけでもですね240万平方キロメートルで、日本の約6倍の面積を持っております。しかし人数的にはそのチベット本土においては約600万人しかいないということも、まあ、一つの、中国の今度は人口侵略をしてほとんどそのチベットの主要都市などにおいてはもう中国人の方が多くなっていると、まあ、そういう形で中国はじわりじわりと、チベットの文化宗教を破壊し、そして、まあ、最終今多分仕上げのような形で、国際的にもそのチベットという言葉を使わずに代わりにシーザンということを使えということを言っております。まあ、中国は最近チベット国内 の、 その地名はもちろん中国に変わりましたけど、例えばインドのとチベットの国境のチベット人が住んでいるところの地名も中国に変えると、それからネパールの国境でも同じようなことをやっております。まあ、こういうことをですね世界の皆さんが知らないからかして知らないふりをしているか、いずれにしてもですね銃を持って、殺すことも一つの方法ですけど、その国の文化を根絶させるということもですね私は大きな犯罪だと思っております。で、そしてその犯罪をですね見てみないふりすることはその犯罪を許すことになるのではないかというふうに思っています。ですから例えば、まあ、日本の場合に裁判にして、茶道、華道など道のつく素晴らしい文化がありますけど、チベットにもですねチベットならではの歌踊り、それから民話歴史神話、どこの民族にも負けないものが約2000年以上の記録した文化があるわけですから、それをやっぱり破壊するということはこれは多分ですね文化的ジェノサイドであり、また人種的なジェノサイドだと思います。ですので、皆さんこれからちょっと数ヶ月少しですね注意して、その問題について関心を持っていただければと思っております。名前はですね個人の名前でもかなり中国名に漢字に書くからもうすでにですね発音ができないんです。例えば私の名前はペマ・ギャルポですけど、中国語ではペマ・ギャルポって発音が彼ら発音できないんです。ですから彼らはパイマ・ジャブーかペマ・ギャルポしか書けないんです。 ですからそのペマ・ギャルポという意味、発音の王者というような意味がなくなってくるわけです。まあ、そういう形でこの世の中からですね一つの文明が消えていくということ、これは決してですね皆さんにとっても無関係なものではないと思います。まあ、日本の場合にはですね、ややもすれば好き好んで外来語を使って、そしてその英語などにおいては多分英語の文化圏で通用しない和製英語みたいなのを作って、喜んでおりますけど、それは日本はまだ国があるし、そして多くの日本の文化は根本的には残っているから、あんまり警戒心がないからだろうと思います。しかし私たちのように相手から強制的に言われると人間というのはどうしてもですね反発も感じるし、その失うものの尊さ大事さというものはこれは多分理屈ではなくて感情的にも湧いてくるものがあると思います。
例えばそのチベットの、まあ、地名にしてもそれぞれ意味があるわけです。それからあのチベットにおいては、まあ日本だったらですね、例えばその魚、魚にたくさん名前があります。それと料理した時の魚と、まだあの海の中にいる魚の名前も違うように、私たちは例えば馬、それから羊、そういうものに対してもですね、細かい、それぞれの特質を表すような言葉がいっぱいあるわけです。で特にチベット語というのは、あの人間の感情を表す言葉は本当に豊富です。あの、まあ、日本でもですね、あの私というのは、あの俺とか我とか私とか僕とか、そういうことがたくさんあるように、あのチベットでもですね、あの言葉に謙遜語とか、あるいはその自分自身を、まあ、あの引き下げて謙虚の言葉とか、そういうものもあるわけです。でこういうものもですね、あの中国は全部フラットにするだけではなくて、完全に中国に変えてしまうと、そういうチベット語をなくすということです。今あの西洋においては、あのチベット文化に関して非常に関心が高く、特にその精神面で、チベット文化をあの非常に評価されております。例えば今あの SDG というのがあって、あのサステナブルディベロップメントゴールズというのがあります。あの持続可能なもの、あの開発というような言葉がありますけど、あの17項目の中に残念ながら、あの精神性ということについては何も言ってないんです。しかし人間の幸せにはもちろん衣食住、医療が必要です。でもそれが足りてもですね、その幸せということを感じる、悲しみということを感じるのは人間のやはり精神性だと思います。そういうものに対してはチベットは高度な文明を持っているわけですから、まあ、これを地球から今消そうとされているということだけ認識してもらいたいと思います。そしてできればそれを救うように力を貸してもらいたいと思います。まあ、今日は以上で終わるようにしたいと思います。ありがとうございます。